まして、キャリブレーションという作業をしていただきます。この作業はですね、まずこちらの方のコントロールユニットの方に CCPM の動きを覚えさせる必要があります。非常に作業自体は簡単なんですけども、エルロンを打った時にピッチが混ざってしまったりとか、ピッチを打った時にエルロンが干渉したりとかっていうようなことが起きてしまうと困りますので、一部ちょっとプロポの方で数字を変更したりしていただくような作業が必要になるので、この辺を分かりやすく説明していきたいと思います。